2021年6月5日、マビックミニでね、高松鋼材の西町の春日能面道路、ここですけど、この辺りからね、高松、ずっと北の方を望んで空撮を試してみました。はい、この通り、はい、マビックミニ、非常に高性能なドローン、小型ドローンですけどね、不慣れなためにね、なかなか思うように飛ばせません。何回も言ってます、今までね。せっかくね、高性能生かしきれてません。操作はね、左と右にスティックがあってですね、モード2、左がね、左のスティックは上下回転、右のスティックは前進後退、あとね、まあ、エルロンといって横滑りですね。そういう機能を備えてます。すべての機能をね、同時に行うことができるんですけどね、これ画面見ての通り、何かをすると何かができない。一つの動作しかね、ほとんどできてないんですよ。はい。カメラもチルトができます。レンズがね、上を向いたり下を向いたりもできます。まだまだ技量が未熟なためにね、思ったことの100分の1ぐらいしかできてないですね。まあ少々オーバーですけど。はい、梅雨空でしたけどね、雨は降らなかったです。はい、高松芝山です。中央芝山ね、50メートル足らずの小さい山ですけど、山頂には芝山神社いうのがありますね。はい、左は串の山と申しますね。ご覧の通り、この辺りはね、二十歳ばかりで一切水田はございません。小さなため池がね、あちこちたくさん見えてます。香川県はね、ため池が全国一の数を誇るそうです。その数はね、大小合わせると1万箇所にもなるそうです。まあ、ため池もね、なんか堤防決壊などあるとね、大変な水害を起こすいうこともあって、県内では少しずつではありますが、大地震、南海大地震に備えてですね、堤防の改修なんかが始まってます。そうです。はい、下がね、春日能面道路、全長はね、3キロぐらいありますでしょうか。春日山のふもとぐるっと散策することできます。一周するとね、およそ10キロ足らずありますね。まあ、ちょうどいいハイキングコースじゃないでしょうか。季節によって色です。周辺はね、この交通量もほとんどなくてね、散策するには本当にいいところだなと思ってます。過去 2,3 度回ったことがあります。ゴルフのワンラウンド回った感じですね。急なね、販路はないです。一切ないです。ハイキング最適だと思いますよ。このようにね、この辺り柑橘がね、柑橘栽培がメインですね。老木は切り捨てられ、新たな若いみかん柑橘類が植えている様子がわかりますね。はい、農家の人たち、まあね、重労働だと思います。今ではこういうふうにね、軽トラが入るような道はすべて舗装されています。ゆるいふもと傾斜になってますからね。はい、これはね、あれ峰山です。ずっと奥は阿山山脈、右奥で遠くにはね、天気のいい時には剣山なんかも見えるようですね。手前へ引いてます。これはね、鶴市町から飯田町のあたりが見えてます。
手前はサシナとか言うてね、あと木梨です。そういう地名のとこですね。はい、この後画面は、はい、右に振りました。これがね、春日山の山麓、北側山麓になりますかね。春日山はね、340メートル前後、それほど高い山ではないです。ここもね、登山道が何箇所か設けられておってね、まあ素人ハイカーでもね登れます。まあ山頂にはね、古い城跡城址が残ってます。いいところです、本当にね。高松の近くにこんなところがあるいうことは本当に幸せなことだと思いますよ。はい、ドローンはね、次第に高度を下げて、はい、戻ってきてね、着地体勢に入ります。こういう瞬間がね、一番僕は好きですね。さあどうしましょう。機はね、機体はまあ基本的には自動で降りてきますからね。お利口さんです。はい、ずっとね接触しかかるような感じはしますけど、はい、これでねレンズがね、はい、真下を確認して上へ向いた状態でおります。ひなげし、それにこれは禁止バイです。